こんにちは、みずきです。今回は Amazon のプライムデーセールで買ったものをご紹介していこうと思います。はい、ということで今年もね、夏のビッグセールでたくさん買ったんですけど、今回はね、美容系のものを買ってないんですよ。私セールが始まってすぐにお買い物をしたんですけど、その時ね、まだ美容系のパックとかメイク用品があんまりこう安くなってなかったので、いつもはねフェイスパックとか買ってたんですけど、ちょっと今回はねお見送りしました。今回は日用品だったりキッチン用品をたくさん買いました。では紹介していきます。まず一つ目こちらです。じゃじゃん、イッタラカステヘルミのクリアプレートを買いました。こういうデザインのガラスのプレートなんですけど、これね、私一つは欲しいなと思ってずっとこう迷ってたんですけど、セールですごく安くなってたのでこちらを買いました。これにフルーツだったりカルパッチョとかそういうのを入れたいなと思います。ほんと手のひらサイズなので、一人暮らしの私にはかなりちょうどいいサイズでした。はい、そして二つ目こちらです。じゃじゃん、東洋佐々木ガラスのグラス6個セットを買いました。こういう形のガラスのコップなんですけど、うちに透明のコップっていうのがビールグラスとワイングラス、あとハイボールのグラスくらいしかなくて、で一応ね普通にお茶とか飲んだりするグラスもあるんですけど、透明のねコップが欲しいなと思って今回こちらを買いました。これだったらね、お水とかお茶とか焼酎とかも入れられるし、この飲み口がね結構細めなので、ワイングラスとしても使えそうだなと思って、これは即買いでした。これはね、本当にずっといつか買わないとなと思ってたので、すごい満足です。一応食洗機も対応してるみたいです。はい、そして次こちらです。じゃじゃーん、またまた箱に入ってるんですけど、これも結構重め。はい、いわきの耐熱ガラス保存容器を買いました。この上の方はプラスチックなんですけど、下の容器の方がガラスになってます。これね、蓋もすごい簡単で、パカッとはめるタイプです。私今までねプラスチックのタッパーを使ってたんですけど、このガラスタイプは冷凍もできるし、レンジも使えるし、オーブンも使用することができます。まあ、オーブン使うときはこの蓋は外すんですけど、なんかもうそのままここで料理ができたりとか、すごく使い勝手が良さそうだったので、こちらのガラス容器を買いました。でこの四角のサイズが4個と、この長細い長方形が2つと、このかなり大きい四角いのが1つのセット内容でした。このサイズはね、ほんとグラタンとかそういうのに使えそうだなと思って、1つは欲しかったのですごい嬉しいです。多分また料理動画とかそういうので出てくると思います。はい、そして次はこちらです。じゃじゃん、これがね一番重かったやつで、スビングの鍋セットを買いました。私が使ってる調理器具は結構ここのブランドのものが多くって、ちょっと鍋とかをね新しくしたいなと思ってこちら買いました。まずこの小さめの鍋ですね。まあステンレスなので結構重さはねあるんですけど、ここのこのサイズはね持ってなかったので、この小さい鍋もねついてるセット内容ってすごくいいなと思いました。これ一つ一つ単体で買うとねすごい高いんですけど、セット内容だとかなりお得で買いました。ただね、この小鍋はね蓋がついてないんですよ。そこがちょっと微妙だなと思ったんですけど、まあ、他の蓋でね代用することもできるので、まあいいかなという感じです。でもう一つはこちらです。じゃじゃん、こんな感じの深めの鍋ですね。この直径っていうのかな、さっきのこの取っ手がついた鍋とサイズは一緒です。ただねこっちの方が深めの鍋です。まあ、こっちの方に蓋がついてるから、まあ、必要な時はねこの蓋を使う感じですかね。本当にこのサイズの鍋は一人暮らしにねかなりちょうどいいです。そうそう、全部ね裏がこんな感じになってます。はい、そして3つ目がじゃじゃーん、大きい鍋ですね。これにもちゃんと蓋がついてます。まあ、このサイズの鍋は一つね持ってたんですけど、かなりね深いんですよ。本当このくらいかな。もうめちゃくちゃ大きすぎて、正直ねちょっと使いづらかったんですよね。その鍋を使ってちょっと前にデトックススープを作った動画も上げてるので、まあ、それ見ていただければわかると思うんですけど、めちゃくちゃ大きい。あれはね一人暮らしには向いてない鍋で、本当に家族用って感じの鍋だったので、あんまり深すぎないこのタイプはすごい使えそうだなと思って、定期的にデトックススープは作るので、ちょっと次からこれを使ってみようと思います。はい、そして次こちらです。じゃじゃん、シーチキンエルフレークです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10回のシーチキンですね。はい、こちらはプライムデーに毎年買ってるものになります。
今年も買いました。シーチキンってね、意外と高いから、こういう安い時にまとめて買ったりしてます。本当シーチキン大好きなので、これはね毎年恒例の購入品です。はい、そして最後こちらです。じゃじゃーん、川口水産のうなぎを買いました。このかば焼きと、かば焼きのカットされているものと、この刻んであるうなぎのセット内容です。これ買ったの何回目だろう。結構ね、ここのうなぎを買ってるんですよ。私通販とかで買えるうなぎあんまり信用してなかったんですよね。ちょっと匂いがありそうだなとか、こうあんまりふわふわしてなさそうで、ここの買うまでは普通にうなぎ屋さんのうなぎをね食べてたんですけど、初めてこれ頼んだ時ね、めちゃくちゃ美味しくて、あ、これ全然いいじゃんと思って、それからずっとここで買ってます。まあ、うなぎね、そんな安いものではないので頻繁には買わないんですけど、まあ、お世話になってる人のお祝い事の時とか、自分にご褒美として食べたりはするんですけど、まあ、今回は土用丑の日も近くって、でさらにプライムデーでかなり安くなってたので、これは買いだなと思って買いました。ちょっとこれ食べるとき1個動画にしてみようかな。ちょっとね、どんな感じかお見せしようかなと思うので、また食べるときは動画を回すと思います。ちゃんとタレとか山椒とかもついてます。はい、今年はこんな感じでした。あとは皆さんのおすすめとかもあれば、来年のね参考にしたいので、ぜひ教えてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。